この事件は未解決事件本とかですねまあいろんなサイトとかでも取り上げられているんでちょくちょく動画にされているのも散見されますですがあー当時の新聞などもですね見直してちょっと考えてみたいと思います 自分としてはですね、結構気になってる事件なんですよね、前から。それでは本編ご覧ください。構成。事件概要。事件詳細。考察と犯人像。編集後期。事件概要。事件概要についてちょっとお話しします。 あんまり知られてないかもしれないんですけど、まあ、ちょっとマニア的な視点だったらね、ちょっと知られてるのかもしれないですけど、え、1997年6月3日火曜日午前0時半頃、北海道十勝管内鹿追町、これ北町でいいんでしょうか。北町の特別養護老人ホーム、社会福祉法人鹿追、敬愛会釈投げうで、入居者の無職、 沼倉忠さん80歳が個室であるボタンの間のベッドの上で仰向けに倒れ首の左から血を流して亡くなっているのを寮母25歳が発見した事件です2023年現在未解決となっております一応言っとくと今も尺投げナがあるんですけどその尺投げナに対して何かねうんぬんかんぬんあるってわけじゃないんでそれはちょっと初めにお話ししておきます でこれはたまにこの事件っていうのは他の YouTuber さんも取り上げてますでネット上にも情報もあるし捜査継続中に解決殺人事件ファイルっていう本が出てるんですけどその中でも取り上げられてってあのまあそれがネタ本になってこう動画になってたりとかそういうのも あるんで、まあ、ちなみにこの本はまあ名著だと思うんですけど一応言っとくとこれ未解決事件ファイルこれですねえっ、ー、とこういう本があってまあさまざまな事件が取り上げられてるんで興味ある方はご一読ください、えー、この本ではあまあ地方の事件とかにもね こう取材に行ったりしてるんですよね。2001年ぐらいの本だからまだ景気が今よりは良かったからそういうこともできたんでしょうけど現在ではねアマゾンでは2100円ぐらいのはずなんですよね。結構プレミアが若干ついてるというかねうん横道ちょっとね、えー、それたんですけどもちょっと話を 戻しますいきなりね鹿追町と言われても全然頭に浮かばない方が大半だと思いますのでちょっと地理関係を触れておきましょうまず北海道の全体図ですよね丸つけてるんですけど鹿追町っていうのがあって帯広の近くみたいなんですよね帯広市の帯広市から鹿追町っていうのは大体 323km ぐらいみたいです もう少し寄ってみました。これ、結構近いように見えるんですけど、離れてるんですよね、結構。まあ、30キロって言うと、どれぐらいでしょうね。東京の、東京から八王子でも30何キロ40弱ぐらいあるんじゃないですかね。多分そんな感じがするんですけど。まあまあ、もうちょっとやってみましょうか。 ちょっと寄りましたで尺投げ層ってとこに丸つけてるんですけど市街地の北部外れぐらいなんだと思うんですよ。でまあまあこの尺投げ層に何かがあるとかそういうことじゃなくて一応まあね丸はつけてるんですけどちょっとねこれをレイヤーを変えてみましょうか。 レイヤーを変えるとですねこんな感じなんですよねまあ周りはほとんど畑ですよねまあ北海道だとそんな感じなんですかね山とか畑とかねうんまあそういうところで起きた事件なんですよね事件詳細 事件詳細、これ動機の謎って書いてますけど先ほどと、まあ、説明同じなんですよね老人ホーム内で沼倉忠さんという方が殺されているのが見つかっているで一応特用老人ホーム特別用老人ホームの定義について調べてみたんですよでこれ要介護3以上まあこれ介護保険導入されてからだと思うんですけどのを利用した老人ホームってあります でざっくり言うと要介護3以上っていうのは、まあ、日常生活に全面的に介助が必要な状態一人で生活できない状態だと思うんですよね、まあ、簡単に言ったら体力が衰えて認知症が進んだ状態だと思うんですよ現場の様子とか遺留品についてちょっとお話ししたいと思いますボタンのまあ個室約7畳2つの窓がありました 入り口はアコーディオンカーテンで仕切られていたみたいなんですけど2つの窓のうち右側の部屋の窓は開いていたこれ普段から鍵がかかっていないって記事もあるんですよね窓には換気扇が取り付けてあったため鍵がかかっていなかったという記事もあるんですよこれがね俺はちょっと気になってるんですよねここんなこと普通 あるんですかね要は鍵がかかっていない窓が、こう、家とかにあるっていう。それとも介護施設あるあるなんですかねこれって。ちょっと気になったんですよ。沼倉さんは、開けたまま寝ることがあったよだという記事もあります。だから、この辺、もともと鍵がかからなかったのか、 それとも開けっぱなしで寝てる、鍵を開けて寝ることがあったのかっていうところもあって、まあ、ハテナはあるんですよね。疑問は残るわけです。で、窓枠に足跡が残っていた。で、物色痕はなし。事件当時、枕元にある緊急指しのブザーはなっていない。あと、新聞見ても、例えば、他の、こう、部屋の、 窓枠にこう手の跡とか足跡が残っていたとかっていうのは書かれていないんですよねまあ外観と見取り図なんですよ室内には枯れ草のついた足跡が数個あった廊下の端の非常口のひさしの部分には手をかけたような跡も残っていただからこれ 非常口から入ろうとしたっていうのもあったんですかね。足跡についてより詳細に述べるとですね、それは米国のブランドの高価なスニーカーと書籍にはあるんですけど、ここで結構疑問が生じるんですよね。っていうのも、これ実はね、当時の新聞見てると、高価っていうのが怪しくなってくるんですよ。記事によれば、 同ブランドの運動靴はかつて若者の間で流行したとあります。これはおそらくね、ナイキだと思うんですよ。事件が97年。まあ95年ぐらいがエアマックスとか出てる頃だと思うから、それぐらいなのかなとは思うんですけど、まあ一応ナイキとしておきます。で、鹿大一郎の靴店では扱っておらず、溶かし町館内の、帯広市の複数のスポーツ用品店で扱っている であるんですよただこれね、まあ、卸元に言えば同種の運動靴はあ北海道内で数千足単位で販売されたら十勝においては年間で数十足ぐらいってあるんですけどあのナイキってピンキーだと思うんです本当に高価な靴って田舎では買えないんですよおそらくそのブーンとかね懐かしいですけど ブーンとかの通信販売とか、もしくは、まあ、札幌とかに行くとかしないと、数量が限られた靴って売ってないはずなんですよね。相当ここで、本当に高価なスニーカーを買うっていうのは、まあ、難しいでしょうね。まあ、根本的にその人殺しするために、時に、例えばエアマックスとかエアジョーダンとかね、 高価な靴なんて履いてかないでしょ。普段履きにしないと思うんですよ。好きな人こそ。やっぱ集める風になると思うから。ちょっと尺投げ層について、背景情報を話すと。夜間は職員2人、警備員1人、3人体制。玄関や非常口などの出入り口は4カ所で、施錠はしていたとあるんです。平屋建て。 この介護施設っていうのは1980年に町営で開設されて85年に社会福祉人に経営を委託されているわけです職員は28名29人の表記もあります寮母は15名入所者は50名で当時は満床状態だったみたいです1997年4月の記録によれば男性10人女性40人最高齢は98歳とあります 70歳以上の高齢者が多かったようです。このうち33人が車椅子生活だったそうです。尺投げうで過去空き巣被害はなかったとあります。被害者の沼倉さんについてです。えっと、これ新聞見ましたけど、当時報道されてるほぼほぼ全部。顔写真はなかったですね。うん、探してみましたけど。 沼倉忠さん80歳は鹿尾町笹野の元農家長男に4人の子供がいたそうです89年11月から尺投げ草に入所足に障害があるため歩行器が必要とあります重度と言ってもいい認知症のようです日中ベッドで寝て過ごすことが多かったみたいですねほとんど実質に閉じこもりきりで他の入所者とのトラブルはなかった とあるんですけど書籍にも別の新聞にも逆のことが書かれています気象が激しく入所長所から他の入所者と人間関係がうまくいかなかったこともあって施設に2つある個室のうち1つを利用していたとあります書籍においてはもっと踏み込んでいて沼倉さんは頑固で強情な性分気象が悪く気に入らないことがあれば大声で怒鳴り散らすことがたびたびあったとあります まあこれは彼をこう誹謗中傷するわけではなくて元来の性格と認知症っていうのが重なってやっぱこういうふうになってしまう人もいるんだと思うんですよ実際沼倉さんはおむつを変えるときに職員の顔を蹴飛ばしたり叩いたりしたそうですただこれは彼が悪いとかそういうことではなくて認知症の症状の一つであると思うんですね 荘は医療設備があるわけでもなく入所者が10秒にかかれば病院に移ることもあったそうです沼倉さんも病院に入院したことがあったんですが医師や看護師に抵抗したり他の患者との人間関係がうまくいかずに尺投げ荘に戻ってきたこともあるらしいですちょっと時系列をたどってみます 時期不明なんですけど、事件より1ヶ月前くらいから一般住宅に忍び込もうとする不審者が目撃されていた。これ書籍にありました。1997年5月13日火曜日。これは12日未明との記述もあります。どっちかがはっきりしないです。 これ同じ新聞なんですけど、実は読売で。読売で、えー、前日と当日でですね、日付が違うんですけど、これ、まあ、どっちかわかんないんですけど、まあ、12か13の未明、寮母が個室を巡回した際に、えー、沼唐さんは、まあ、左目の下約1センチを切る傷を作っていたんですねで。若い男に殴られたっていうのと、30歳くらいの男に殴られたっていう、ちょっと微妙に表記が違うんですけど、 と職員に証言してるんですで認知症なんで事件性はない。要は妄想という風、ね、に片付けられたと思うんですけど、両母は鹿追い消防署に通報して救急車が来て、ホームに駆けつけて、午前4時30分頃に町内の病院に運ばれて、えー、治療を受けてます。これ時間考えると未明っていうのは結構遅い時間だったんですかね。ちなみにこれ5月13日。 まあ12日もそうだと思うんですけど、北海道は結構寒いみたいで、夜中一桁になってるんですよね。で、3針塗って、えー、当時の沼倉さんは一人で歩ける状態ではなく、窓を開けていろいろ物を勝手に投げ捨てるといった気候があったそうです。1997年6月2日月曜日。まあこれも、1ヶ月前も言うならば、 もし12日だったら月曜日なわけですけど、まあ、これ、あのー、本人の休み的には合ってるんですけど、まあ、21時消灯、23時ごろ、職員が見回り、異常はなかった、で、3日、日付変わってですね、午前0時半ごろ、職員が遺体を発見、0時55分、死亡を確認、3日午後、新徳署が殺人事件と断定して、捜査本部を設置。 という、まあ、流れになるわけです。考察と犯人像。考察と犯人像なんですけど。まあぶっちゃけこの事件疑問だらけでまずこれ初回と2回目の襲撃が同一人物なのか。これ失礼だけども田舎の犯罪率。まあ統計とか出してないですけど鹿追町って考えたら。 北海道のまあ田舎町だと思うんですよ。んと考えるとやっぱ同一人物なのかなと思うんですよね。同じ人間なのかなと思うんですよ。襲ってるのが。で、仮に同一だとして、 なんで初回襲撃の時に窓開いてるのが分かってたんですかね普通窓から入るとしたら焼き破りとか窓を割って侵入すると思うんですよ。初見でそれ分かるんですかね窓が開いてるなんてこと。これ介護施設あるあるとかなんですかね まあそういった出来事ってのはよくあるんですかね介護施設では。さなんでそんなこと知ってたんですかね介護施設の窓がよく開いてるなんて。だってこんなの、例えば事情を知らないとわかんないじゃないですか。介護施設の窓はよく開いてる。認知症の患者の人は窓を開けることがあるなんて。思いませんある程度これ事情、あ、これ尺投げ層の人間が ね、職員の方がやったとかそういうこと言ってるわけじゃないですよだってそうじゃないですかそれから初見で裏にこれ見取り図見る限りですよ裏に回ってそこに窓があって開いているなんてこと分かるんですかねもし分かるとすればやっぱりこれ事情を知ってる人なんじゃないのかなと思うんですよ だけどこれ警察は調べてるはずですよねうーんあとねこれ2回目ね間違えることもあるでしょ単純に夜にこう行ってまた正確に何番目の窓に行ってこう開けて同じ人を狙うなんてことこれできるんですかね慣れてなくていやこれ単純な話ですけど あと襲撃方法。これ初回はオーダーだけなんですよ。殺害目的だったら、凶器を用いたり考殺もあるわけで、なんで丸腰で行って殴っただけだったんですかね。こう人の気配を感じてやめたのか、何らかの理由があったのか。前も話したんですけど、5月なんですけど、これ1桁台の気温なんですよ。 まあ、はっきり言うと、そんな寒い中出てくるなんて、かったるくて嫌なことの方が多いわけで、しかも意味なんてないじゃないですか。亡くなこう失礼だけど、亡くなろうとしてる老人を襲撃わざわざする。で、しかも、一人暮らしの老人じゃなくて、これ、警備員も、 介護職員もいる場所ですよ。なんでわざわざ行くのかって話ですよ。これ、何らかの意思がないと行かないわけで。そもそも目的もよくわからない。沼倉さん個人への恨みなのか、尺投げ草への何か恨みなのか。たまたまこれ書いてないけど、 個室が使われてるから個室は目撃されないから個室に行ってるのか。そもそも、おそれとも老人全般とか介護全般への憎悪なのか。金目的だったらこれ介護施設を狙うのは効率的とは言えないと思うんですよ。で、老人をわざわざ殴ってるのも疑問だし、殺してるのも疑問だし。 個室だから狙ってるっていう可能性もなくはないけどそれも変ですよね。えーえー、見られる可能性は平等にあると思う。で、こう、非常口をこう、覗いてたのは、犯行の機会をうかがってたんじゃないかっていうのが、こう、本にはあるんだけども、どの道これ、捕まると思うんですよ、普通に考えると。どうしてそこまでして、 やろうと思ったのかっていうのも非常に謎ですよねこれはあくまで仮定だけども犯人は様子を見たかったんじゃないのかなって僕は思ったんですよねだから老人を殴打した時の反応とかリアクションを見たかったんじゃないかって痛がる姿を見たかったとかそういう欲望があったとしか思えないんですよねまあかなりこれは歪んでますけど 老人を殴る行為そのものが楽しみだったとかね。で、あえてこれ、もっと言うんだったら、なぜ介護施設を狙ったかって考えると、介護施設じゃ,ではなじゃないとダメな理由があると思うんですよね。例えばその老人が認知症の老人を殴るのが楽しみだったとかね。だから一人暮らししてる人は、まあ自活できてるわけじゃないですか。 だから、そういう人たちに興味がなくて、認知症の老人ではなくてはならなかったっていう、その本当に恐ろしい欲望が,犯人にが、犯人にはあった可能性があるのかなと思ったんですよね。だっておかしいですもん。リスクが高いわけですから、こっちの方が。同じこう老人像で、なぜ一人暮らしの人を狙う、 はないのかあえて人を目につく可能性がある施設を狙ったのかって言えばそういった可能性ぐらいしか考えられないですよねまあ考えられないっていうのもちょっと考えを狭めちゃうからあれだけどもだから元介護職員だったとか老人とか介護全般に恨みがあるとか老人特に、えー、認知症を患ってる人に恨みがあるとか 痛めつけたいとかそういう感情があった可能性はありますよねこの事件はもちろん関係者とか尺投げ相関係者親族とかにも取り調べがあったようですが今まで未解決ということがあればやはりシロだったんだと思います詰め切れなかったっていうのもあるのかもしれないですよこれはもうちょっと失礼な話ですけどねうん別に彼らを疑ってるわけではないですから っていうのも普通に考えればかなり衰弱して認知症が進んでいる老人を殺す理由っていうのはあまり見つからないんですよねしかもこれまあ一回殴ってるわけですからねうん殺す理由がまず見つからないですよねだからこう介護職員が認知症の老人に対してねカッとなって暴行するっていうのはこれ分かるんですよよくあるじゃないですかこういう事件って投げ落としたりとか川崎でもありましたけど ええと、その他にもこう、殴ってね、殴ったり蹴ったりして怪我させたりとか、殺しちゃったりとかっていうのもたまにありますけど、計画的な殺人じゃないわけですよ。だから、こう、わざわざ凶器を持ってきて首切ってるのは上松ぐらいだと思うんです。ただの憎悪犯罪なら初回にね、すでに殺してもいいと思うんですよね。なぜしなかったのか。 例えば殴って牛に失ったとかねそれで殺したと思い込んでたとかいうことも可能性はとしてはあるけどまあ普通考えたらん違いますよねまあ殴っているだけであってまあ田舎にはいくらでも一人暮らしの老人はいるわけでだからね何かあると思うんですよね犯人がこだわった理由っていうのはこう考えると犯人は あえて沼倉さんであるとか地方老人であるとかあるいは介護施設であるとかそういうところを狙った理由があったと思うんですつまりは犯人なりのこれ物語ファンタジーがあったんじゃないかってことなんだ,だと思うんですよでこう78年入所してる人をこうなぜ今になって襲ってるのかっていうのも疑問があって例えば過去に彼を 介護しした人間がいるとしてですよ実際もう何年も経って亡くなろうとしてる人を襲うってあるんでしょうかねこの事件は靴がキーポイントだと思ってましてこれはかぶるんですけども要は高価なスニーカーを履いていたとあるんですけどその本を読んだ時にはね相当なスニーカー好きかと思ったんですよでネットとかを見る限りでも 他の動画でも多分そうなんですけど、まあスニーカーマニアみたいなことを書かれていると思うんですけど、これね、新聞が正しければなんですけど、そのスニーカーはやっぱりどこにでもあるような、まあ言葉あるですけど安いスニーカーっぽいんですよね。高価なスニーカーではない感じだと思うんですよ。これ1997年で田舎でナイキの 高級スニーカーを手に入れるっていうのは、ほんと至難の技ですよ。実際、俺靴で、前も言ったけど、靴を通販するのって、やっぱりリスクがあるじゃないですか。自分が履いて、いつも履いてる靴で、色違いとかだったら通販できるんですよ。例えば俺だったら、イヤホースワンとか、ダンクのローとか、それだったら、わかるんですよ。 でも、例えばアディダスの靴とか、まあ、全く新しい靴を通販で買うっていうのは、返品とか、まあトラブっちゃうなっていうのがあるから、あんまりやりたくないんですよね。例えばニューバランスとか、そのいつも履いてないような靴とかね、履くと、必ずこれダメになるなっていうのがあって。まあ繰り返しになりますけど、東京失礼。札幌に行くか通販で買うしかないでしょ。まあ、ブーンとかね、さっき言った。 まあ、サイトで、そういう、こういう見かけ事件サイトで書かれていたのはジャマールとかの可能性も書かれてたんですけど、まあ、俺自身はナイキでもそんなに高価じゃない普通のクニーカーを履いてた普通の若者、若い人間だと思うんですよ。殺しの現場にエアマックスとかエアジョーダンね、履いてくバカもいないと思うんですよね。さすがにそこでおしゃれしてく必要ねえだろうっていう。 だから、普通に考えると若い人ですよね。20代か30代だと思いますよ。普通に考えれば。まあそもそもね、スニーカー買っても普段化けにしなかったりしますからね。うんで、犯人の年齢ですけど、書籍には30歳くらい、新聞では若い男とあります。これ実際どちらが正しいのか。 こ,れこう二十歳と30歳だったらかなり違いますしんナイキのスニーカー履いてまあ、安物ですけど車を持ってる人物ってのは間違いないと思うんですよそれはその北海道だけじゃなくて地方全般多分車ないとねよっぽどなんかの理由あって車に乗れないとか、うん、それ以外は車使うと思うんですよ わわざわざここに来ててるってことは例えば隣の帯広市からわざわざ鹿を一緒に30キロ走ってですよ介護施設をこう初見で襲うなんてことあるんですかねそのネットがない時代に全く知らずにできるんでしょうかねこれ電話帳とか地図見てくるってことですかねもう初見だったらそこが犯罪者の心理って分からなくて普通に考えると まあ何らかの予備知識はあった。と考えるのが普通だと思うんですよ。でね、俺にこう考えてみたら、俺ですよ。俺の考えだったら、こう、自分のこう住んでる地域に、その介護施設とかケアハウスとかって今ポンって思い浮かべようと思っても、 いいいつも通っってる道に1軒あったのぐららしかかわないんですよこれって。こう検索してないですよ。だからこの男性も俺は事前に何か知ってたじゃないのかなと思うんですよね。だからここの入所者の家族とかね何らかの理由でこう。 ここの施設を知ってたとかだと思うんですけどね動機も考えるとねこれまあ分からないんですけどただねこうつながりはあると思うんですよ介護というものに対して例えばこの施設で働いてたとか当時職員だったらねすぐ逮捕されてると思うんですよ でも極端に言えばこれって指紋もないですしただこれ指紋がないっていうのはあれですよ新聞読む限り指紋のことについては言及されてないですから DNA もない監視カメラの映像もおそらくないと思います N システムもないんでしょう多分分析したとも書かれてないで目撃情報もない となると自供という形でしか事件を解決できないとは思うんですよ。これは何度も言うように尺投げそう運の話じゃないですよ。内部犯行を隠してるとか。そういうことでもないと思うんですよね。ただ何年も遡って彼を介護していた介護士といえばいいんでしょうかね。その中に彼を恨んでいる人間がいないとも限らないとは思うんですけど、警察は絶対調べてるはずなんですよね。 ああその身辺を例えば入所してた人間の家族とかそれから元介護士であるとか,か当,当時介護士なんてことはなかったかもしれないけど絶対あったと思うんですよ、うん、調べてるってことは。 さっきも話しましたけど、介護士が入所者に対して暴行とか虐待する事件は多いと思うんです。結果論として殺してしまったっていうことはある。いらつくのもわかる。でも、刃物を使ったとなった別で、えー、外から侵入したのはさっき話したけど、山売りの事件ぐらいしか思いつかない。介護施設を狙っているということは金目当てもない。金目当てでもない。傷つけに行ってるわけです。 やはりこの犯人にとっては老人であるとか特に地方老人であるとか介護施設っていうのは何らかの意味を持っているはずなんですよしつこいですがこれ物語があるはずなんです介護施設である意味についてもちょっと考えると犯人がなぜ標的をその標的たらんしめ,標的た,らんしめたというか えー、標的として老人をそうターゲットにしたかっていうのをちょっと語るとこうちょっとずれますけどインターネットの発展っていうのは知識が入ってきたりこうぐるぐる回ってですね像をこう膨張させて発酵させて一気にこうガスが出てくるみたいにこう定期的に植松みたいなこうね変な知識をこう入れちゃった人たちが出てきて。 えー、もう凶悪な犯罪者を出したりするわけなんですよ。1997年はそれ以前の犯罪者えっ、ー、と1997年はそれ以前っていうのはまあインターネットが出てきてからの犯罪者ではないわけですよ。それ以前っていうのはこうネットが発達する 前の犯罪者なわけでこう予備知識としてこう介護っていうのを入れることができないと思うんですよつまりはこう介護施設を襲う行為っていうのはこう思いつきもしないような気がするんですよねこう人生の中で何か介護施設とか介護とかの知識が なないと思いつけないとと思思つけうんですよそそもそもで自分の若い頃考えるなら介護とか介護施設なんていうのは本当は頭の片隅にもなかったんですよこ失礼ですけどねこんなこと言えば、えー、自分の家庭で介護なんてなかったし介護はなかったし介護なんてって言い方もおかしいんだけどこれは、えー、結構あることだと思うからで老人ホームっていうのは知ってたけど あるなあぐらいでうーん襲うなんて全く思わないわけですよだからねやっぱ犯人がそこに気持ちが向く理由があると思うんだよなだから犯人のプライベートの中で何か老人とか介護っていうのが近くにあったんだと思うんです例えばヤングケアラーとか 例えば介護士として働いてたとか、介護士って資格はなかったのかもしれないけど、働いてたとか、親が働いてるとかね。うん。あとは、その、自宅で介護、老人とか認知症の人間がいて虐待されてたとか、何かね、理由があるはずなんですよ。自分は犯人は、犯人の職業が介護系であるとか、看護系であるとか、 その可能性は全然あると思ってます。で、自宅や親類の介護をこう見てきたような人間のように思えるんですよね。あるいは、その自分が介護こうしてたとか、そういうことが あるんじゃないか。こう、何か介護とか老人とかに関わりがある人間じゃないのかなと思うんですよ。もちろん年齢は若いと思います。20歳から30歳くらいだと思ってます。で、そもそもこう、老人をこう相手にするっていうのが、不思議で、通り魔的とも違うと思うんですよね。いや、通り魔的って言ってもいいのかもしれないけど、だったら、 道を歩いている老人を殺したって捕まらないと思うんですよ。かなり、北海道って、おそらく人口いないはずなんで、目撃されないってこともあるだろうし、うん。一軒家のね、老人、襲うっていうことも、 全然あると思うんだけども、そうじゃなくて、あえて介護施設を狙ってるっていうのは何かあると思うんですよ。もちろん当時にね、介護を仕事にしてた人もいるだろうし、看護師もいると思うけど、まあ男性だったら当時は今よりは目立ったような気はしますけどね。で、介護施設の殺人って結構、確率ってのは調査されてるのはわからないんですけど、 俺は結構あり得ると思うんですよね。これは失礼な話だけど、介護の現場にいる人が暴行とか、殺人やっちゃうっていうのは。ただね、違うのは、衝動的な殺しとも思えないんですよ、これが。何かしらのファンタジーがあって、憎悪があるとか。 いう気がするんですよね、うん、これは別に尺投げ層のことではなくてを言ってることじゃなくてなんかもうちょっとね犯人っていうのは介護とか老人全般に何らかの感情がこうあるような気がしてならないんですよねでちなみにこれ遺体とかって 要は胸のあたりぐらいまでねこう布団がかかってたっていうんだけどもだからっつって知り合いだったとかそういうことも考えられないし、うん、血まみれだったのを見たくなかったかっていうのもあるだろうしね結局解剖されたのは旭川医大だったような気がするけどえっ、ー、とー別な どこかに勤めてる介護職員がいわゆる憎悪犯罪として行ったこともありうるのかなとは思うんですよねまあ憎悪で言えば1回目に2回目を傷つけている点では同類だと思うしこう無差別な通り魔って感じもし,ないもし通り魔だったら初回でやってる気もするんですよねだから 俺は初回と今回が同じ人間がやったと思うし。うん。で、俺はね、まだ生きてると思いますよ、犯人が。うん。で、俺まだ介護の仕事とかしてるんじゃねえのかなと思うんですよ、ひょっとしたら。北海道で。かといって、まあ、もう捕まらないと思いますけどね、証拠、自体がないでしょ。実際、こう、 何もなかったしただこれねあのテロップにはしてないけどもこう死体が発見された時にねそのまま病院に搬送されたため殺,殺害現場は死体のない状況での現場検証になったっていうふうにあるんですよだから遺体は調べたと思うんですけどねでも うんでただ DNA とかもね、ない時代で指紋も残ってないって言ったらやっぱ特定できないでしょうね。いくら怪しくても。で、あと最後に少し語りたいのが事件から6年後の2003年に同じ鹿追町でこう事件があってただ今回老女が首に首の右側を切られて殺されてる事件があるんですよね。だからこう 同一人物かっていうのは分かんないですよ。これ、利き腕とかあるから。で、この事件はね、同系のホームページでも、あの、情報求めてるんですけど、まあ、引き出し等を開けた後はあったって言いますけど、これ、えー、距離にして1.5キロくらいなんですけど。 まあ失礼な言い方ですけど、田舎町でこんなに殺人事件って発生するものなのかなと思ったんですよね。まあ、新聞を読み込んでないんでね、同一犯っていうのは何とも言えないですけど、もしかしたらもう一人、えー、シリアルキラーがいた可能性もあるし、同一人物だった可能性もあるわけですよ。まあこれも不思議な話ですけどね。うん、もう一人シリアルキラーってもおかしいか。 だから老人を襲う目的でやってるとしたらちょっと怖いですよねうんただまあ首の右側と左側っていうのはだいぶ違いますけどねでも利き腕で変わるのかなっていうのもあるんですけどね右でこうやりながらこう切るっていうのもできるだろうからまああれかちょっと今回これぐらいですかねうん 編集後期編集後期なんですけど鹿追町っていうところは人口5,570人でそこでこう2件も未解決事件があるっていうのはすごく不思議な気がするんですよ自分は関東にこう住んでて 今まで住んできたところで未解決事件があったかなって感じなんですよね少なくともそばで起こった記憶もないしうんだからこんな小さな町で2件もあるっていうのは相当不思議ですよね老人を狙った強盗殺人っていうのはまあちょこちょこあって全国でも未解決になってるっていうのは分かるんですよいろいろあって青森でも2件連続でね発生したりとかあるんですけど うん、この事件は特に不思議ですよね、はあうん。造犯罪のような感じがするんですよね、やっぱ。もちろんそれは俺の勘であり思い込みでしかないんですけど。うん、次回はね、ちょっと新しい企画で、長期捜査っていうのをちょっとやってみようかなと思います。解決済みの事件をちょっとやってみたいと思います。 どうなるか分かんないですけど資料だけ集めてますまあ皆さんも知っている実験ですこれぐらいにしときましょうかえ見ていただいてありがとうございましたそれでは